あ、いたいたおーい来たぞごめん少し待たせたかなそうかそれならよかったそれで今日はどうしたんだ話したいことがあるってのは聞いたけどさわざわざ呼び出したりするなんてらしくないじゃないか彼女のことで相談したいことがある そういえば君、彼女いるんだったね。それで、その相談したいことってのは何だへぇ、彼女が可愛すぎて、他の男に取られないか心配ね。何、もしかしてそれが君の言ってた相談したいこと私には。 ただののろけ話にしか聞こえないけど僕にとっては一大事って <laughs> はいはい君がどれだけ彼女が好きなのかは伝わったよけどもし寝取られたらそれはそれでその程度のクズ彼女だったってことで切り捨てればいいじゃないかはまだ相談したいことがある おいいい加減にしろよさっきから口を開けばのろけ話ばっかり前だってそうだ彼女とキスしたとか寝落ち通話したとか私は君に告白して一回振られてるんだぞ忘れたのか振った相手にのろけ話とかさそれ喧嘩売ってるよなさっきからビクビク怯えるばっかりでさちゃんと話聞いてんの もういいやさすがに我慢の限界だからお前のこと今から寝とってやるおい逃げようとすんな一回力の差を分からせた方がいいかほら簡単に押し倒されちゃったけどいくら逃げようとしても無駄 一なってそういうところは可愛いんだよなもうさ限界だから一回お前のこと食べちゃおうかな今まで溜まってた分めちゃくちゃ乱暴にするから気絶するなよおいおーい <laughs> やっと目が覚めた 君ってば、最中で気絶しちゃったんだよそんなに気持ちよかった <laughs> 顔がトロトロまたいじめられたいのねえ私としてる時最初は抵抗してたけど後半はずっと「好き好き」って言ってたじゃん今はさ彼女と私どっちが好き もし私の方が好きって言うならこの後私の家でもっと君をとろけさせてあげられるけど君はどうして欲しいのかな <laughs> 可愛かわいいねいいよ約束通り私の家で続きしよっか今夜は寝かせないから覚悟して